こんにちは。グルテンフリー&ヴィーガンクッキングの山田秀夫です。グルテンフリーの粉は米粉をはじめ数多くあります。特徴は小麦粉のように粘着力がない。なので粘着剤が必要です。粘着剤は各レシピで違います。もちろん安全な食品でできています。私のお気に入りのグルテンフリーの粉はソルガムフラワーです。軽く仕上がって匂いがなくサクサクに揚がります。今日はソルガムフラワーを使ってサクサクの雑穀シードクラッカーを作ります。Let's cook healthy food! では材料の説明です。オートミール、から焼きしてあります。冷え、から焼きしてあります。ひまわりの種、これもから焼きしてあります。フラックスシード、日本語ではアマニと言います。これは今日は、すったフラックスシードは粘着剤として使います。白ごま、これもいってあります。で、ソルガムフラワー、ソルガム粉ですね。ソルガムきび粉、これはふるりましょう。粉末の玉ねぎ、乾燥したにんにくの粉、塩、以上。よく混ぜておきます。さて、粘着剤を作ります。すったフラックスシードです。これは、あったかい液体と混ざるとドロドロ、卵の白身のようになります。これも粘着剤としてベーキングで使います。しかしこれだけでは、フラックスシードだけではちょっとね、弱いんですね。ですから今回はタピオカ粉も粘着剤として使います。タピオカ粉はユカカッサバというお芋のでんぷんです。熱い液体と混ざるとこれも餅のようにドロッとなります。はい、ここにお水を入れます。よく混ぜて火にかけます。火にかけるとドロドロドロっとなってきますね。で、これを、沸騰させます。ドロドロになればいいんですけど、完全に沸騰させる必要はありません。はい、だんだんね、ちっこくなってきました。これぐらいね、ちっこくなってきましたら、ここにオリーブオイルを入れます。で、よく混ぜます。はい、これぐらいね、ちっこくなりましたら出来上がりです。これが粘着剤です。ではこのねちねち粘着剤をドライ材料に混ぜます。はい、この2つをよく混ぜます。玉ねぎの香りがすっごいいいんですね。で、これお塩が結構入るんですけど、お塩を入れたくない場合は入れなくても大丈夫です。お塩の代わりに例えば青のりを入れるとか、あとごまがダメな場合は他のものを加えても大丈夫です。はい、よく混ざりました。これで OK です。これを伸ばします。そして焼きます。では伸ばします。クッキングシートの上に生地を乗っけて伸ばすんですが、グルテンフリーの生地はくっついちゃうのね、ベタベタにくっついちゃうんです。ですからラップをかぶせてください。ラップの上から伸ばします。
薄く伸ばしてください。だいたい厚さはひまわりの種ぐらいの厚さと思っていただければいいですね。厚くてもいいんですけども、厚いとちょっと焼きがね長くかかっちゃうんだな。で薄い方がねサクサクに仕上がりますね。くっつかないでしょ。はい、こんな感じで伸ばせました。ではこれを切ります。切るといっても切り目を入れるだけですね。こういうふうにこのねスクレーパーって言うんですけど、とっても便利ですね。まあ何でもいいんですけど、包丁でもいいし包丁の裏でもいいし、まあ、切り目を入れてください。で焼き上がったらこの切り目に沿って割ります。はい、できました。こんな感じね。でこれを焼きます。それでは焼きます。180度のオーブンで30分から35分、真ん中を押してみて硬くなっていれば焼き上がりです。焼き上がったら割って食べましょう。はい、クラッカーが焼けたかな。真ん中を押してみて硬くなっていれば焼き上がりです。できてますね。はい、クラッカーが冷めました。でこれで、切り目に沿って割ります。はい、こんな感じでクラッカーができました。これにね、この上に何か乗っけてオードブルみたいにしてもいいですし、ディップで食べてもいいし、このまま食べてもすごい美味しいですよ。うん、サクサクです。おいしい。